皆さんこんにちは。リム情報開発の犬塚です。今回はリムが提供するサービスの中から10月19日にリニューアルしたリムトレーディングボードをご紹介します。市場参加者の皆様が制約やオファー、ビッドといったマーケットの情報をリムのホームページ上で公開しているトレーディングボードに直接報告できるオンラインサービスです。対象となるのは国内の石油製品 LPG、海外の原油、石油製品 LPG、LNG、石油化学の全部で7種類です。トレーディングボードには、リムのホームページのトップ画面にあるこのアイコンからアクセスすることができます。これがトレーディングボードのトップ画面です。最初は国内石油製品の画面が出ています。国内 LPG のボードに行くにはここを。他の海外の5品目のページはこのタブをクリックすることで見ることができます。今回は海外原油を例に説明をしていきます。掲載された情報はこのように掲示されています。この表は左から順に油種、積み日、積み地、数量、取引のタイプ、価格、制約情報なら買い手と売り手が、隣の場合、買い隣はバイヤーに、売り隣はセラーに隣手の情報が入ります。隣の有効期限がある場合はここに入ります。トレーディングボードに実際に取引情報を報告する場合、まず利用者の登録が必要になります。画面右上のリムトレーディングボードユーザー登録から登録の申請をしてください。登録をいただけますと、直接情報を記入することができます。早速、やり方を見ていきましょう。左の掲載申告を選択すると、新規登録画面が出てきます。取引品目を選択し、油種や売り買い、受け渡し場所や時期、数量、単価などを入力します。確認を押すと確認画面に飛ぶので、掲載内容に間違いがないかご確認ください。掲載された情報を更新する。例えば、売り隣を引き下げる。買い隣を引き上げたいといったときには、掲載一覧から更新したい情報の編集を選択し、掲載内容を更新します。掲載された隣に興味がある場合は、掲載者に直接連絡して交渉していただきます。連絡先がわからない場合は、リムの担当者にお問い合わせください。連絡先をお伝えします。リムが仲介して買い手と売り手をつなぐことはありません。制約や隣の情報を掲示する場所としてトレーディングボードを提供しています。ですので、交渉は直接していただくことになります。掲載された隣の結果について、担当者から確認の連絡をします。制約の成立が確認できましたら、取引成立の情報をトレーディングボードに掲載します。トレーディングボードに掲載された取引情報は、その商品を取材対象とするデイリーレポートに掲載したり、価格評価の参考とすることがあります。皆様からの情報がリムの価格評価に影響を与えます。レポート購読と合わせてご利用いただくことをお勧めします。価格評価の参考とする際、品目ごとに有効期限があります。例えば、原油コンデンセートレポートのアセスメントメソドロジーには、以下のようなルールがあります。掲載情報を価格評価の参考とする場合、日本時間15時29分59秒までを有効とし、15時30分00秒は無効とする。売り隣、買い隣においては、
少なくとも5分間の有効期限を設定することを条件とし、最終投稿および投稿済みの価格の変更は15時24分59秒を締め切りとし、有効期限が15時29分59秒まで設定されているものを評価の参考とする。つまり日本時間15時24分59秒までに掲示された都内がその日に発行する原油コンデンセートレポートの評価の対象となります。有効期限以降もトレーディングボードへの都内の掲示は可能です。ただ原油レポートの価格評価には反映されません。詳しくは弊社ウェブ上にあります各種レポートのアセスメントメソドロジーをご覧ください。海外原油のトレーディングボードには中東産原油やインドネシア産原油の都内が掲示されることが多く、現物取引の場としてプレイヤーの皆様に大いにご活用いただいております。その他他の品目の登録方法など詳しくはトレーディングボードのメニューにありますサービスのご案内、利用者規約、使用方法をご覧ください。